お名前がピマンゴちゃんから、ありがとさんご、みんなと分かち合いたいことが、歳時記を買ってふとした時にパラパラめくると日本語の美しさに触れられるのでおすすめです。なんだか頭がスッとするし、冬の凛とした空気に触れた時みたいに涼やかな気分になります。ということで、その他お便りが、最近高速道路での渋滞時、リカちゃん人形の獅子が爆散して倒れてるのを見つけましたということで、ですね、このお便りを採用した理由はもう怖いってことですね。みんなと分かち合いたいことで、こんななんか、まあ、これ読んだ時さ、やっぱ上から順に読んでくからね、こうみんなと分かち合いたいこと読んだ時に、わーみたいな、なんだか素敵な分かち合いたいことだなーみたいな、なんだかこんな、こうなんていうのかな、わびさび、それこそね、わびさびを感じるような、こう素敵なお便りを送ってくれる人っつうのもまだおつんご残ってたんやわと思って、感動感動と思ったんだけど、もうその他お便り怖すぎて、その何が怖いってさ、まあ、その他お便りでこういうの書くのは分かるの、結構いるのよ、なんかその変わった出来事みたいな感じでね、あの自分の周りに起きた変わった出来事みたいな感じで、まあ、ちょっとこう怖いことあったよとか、なんかこんなこう例えばね、玄関の前にこんなものが落ちてましたとか、個人情報割れそうな恐ろしい情報をこうおつんごに投げる人っていうのはいるんですけれども、これね、みんなと分かち合いたいことでこの文章を書いた後にその他お便りでこれを書く、メンタリズム怖いよー、助けてー、怖すぎるよー、なんて恐ろしいのこれ。これをね、みんなと分かち合いたいこととその他お便りのこの一枚に同居させようとしたその心が怖い。これもまたわびさびって言ってるコメントありますけど、こんなものがわびさびだったらね、ほんと全部がわびさびになってしまいます。これはわびさびじゃなくて狂いです。爆散リカちゃん人形とかいう怖い単語も出てくるした、怖い怖い、獅子爆破わびさびっていうことでね、そんなそういうわびさびがあるの忍者スレイヤーズだけで十分なんでしゅ。